はい、前回の地下実況ってことでね、前回は第4回エアリスの家に行きました。そこでちょっとなんか何やかんやしてもう雑なんだけどね、ごめん雑でごめん。でもこのさ実況さ、だいぶサボっちゃってて、もう前回の流れをね忘れてしまって、自分でもさっきまで自分の動画見てました。そんでとりあえず公園で話していたところ、なんか通りすがりのチョコボの上になんだっけティファーが乗ってて、まあ、追いかけて怪しい夜の街に来たっていうところから始まります。今回の地下実況5回目よろしくお願いします。ほんだらね、何すればいいんだろうな。とりあえずティファを探すとこからだね。なんかすごいね。お、べっぴんさん連れてるね。どんなところに行けば金になるよ。これなんか前回も見た気がするぞ。のしどころ、もう好きなところへ。好きなところへ。ここしかないじゃん、座る。やっぱね、定食屋さん行ったら何食べるのみんな。私は、ちなみに私はおすすめだね、やっぱり。なんでかっていうとね、でもおすすめって言われたからですよそのままです。はいよ。当店はまあ料金前払いになっております。お代は70ギルです。はい、安めだね。日本円にするとやっぱどんぐらいなんだろうね。700円ぐらいかな。お待たせしました、ごゆっくりどうぞ。あ、ちなみにね、乾燥ね、味の、いや、わかんないからな、あのお米で。え？あ、そんな感じ？俺はいつもそうだよな。どんなおかげだよ。クーポンゲットだぜ。話しかけんなよ。クーポンって何なんだろうね。ちなみにね、僕趣味が、ポイント集めなんですよ、ポイント集め。いろんなポイントを集めるのが好きで、一番集めてんのはあれかな、あの楽天ポイントとかかな。だいたいね、だいたい楽天ポイントあるところは楽天ポイントを使ってなんかポイント集めてお得な気分になることが好きなんですよね。あ、ちょっと今ケチくさいと思った人います？ケチくさいと思った人はちょっとコメントでね、ケチくさいとコメントしてやってください。洋服のこと、何屋さんだろう、押さないでよ、マナー悪いね。そう、マナー悪いよね。押さないでよっていうかさ、電車とか乗っててさ、押してくる人とかいるじゃん。そういう人本当に嫌でさ、なんか自分の空間をやたら取りたがる人、ああいう人ちょっとね、なんか見ててすごい嫌なんだよね。男、何が嫌かって、大体そういう人って汗ばんでんすよ。ちょっと触れるとというか不可抗力で近づくと、なんか大体湿ってんだよね。それを服越しでも分かるぐらい湿ってるから、でギュギュ押してくるの、本当に気持ちが悪いと思います。男、何屋さんだ、男湯か違った、なんかすごいカクカクのお兄さんたちがいるね。あなたもご一緒にどうですか？いいでしょう。できません。あなたもご一緒にどうですか？できません。いやーね、また太っちゃったわー。そうねー。ワン、ツー、スリー、スクワットはリズムですよ。頑張りやすぜ、これでどうだー。で本当にね、今自粛期間中で太ったとかいう感じだと思うんですよ、みんなも。動かないから。動かないで食べてばっかりいるとね、そうなっちゃうんだけど、逆に俺痩せたんだよね。全部拾って、ほら、向き合うのはそこの人に拾ってきた、食べ込んでるそうよ。いや、本当にね、痩せてしまって、ちゃんとご飯は食べてるんだけど、なんでだろう。急
筋肉が落ちたのかな。だいたいやっぱ 寝てるというか、ベッドの上で横になってるか座ってるかで、家の中にいるとそれしかやることないからね。あとゲームするかとかさ、そんぐらいしかやることないからかな。でご飯もね、やっぱ動かないとそんなにお腹に入んないからね。食べてはいるけど、で結構自炊もするんですけどね。居酒屋、何って書いてあるのこれ、赤いところ。居酒屋、読めないけど入ってみます。それでね、ふふふへー、それでね、ふふふへー。おい、どうにかしてくれよ、誰かが入ってきてこないんで、もう我慢できないよ。トイレにこもるタイプのね。おう、シンガポールか、ここは。結構ね、鼻水すすっちゃうんですよね。今鼻水すって思ったけど、鼻水すする音ってあんま好きじゃないからさ、切れるところはね、意外と編集でカットしてるんだけどね。限界ガールだから、鼻水すった音とか入んないようにちょっとマイクをね買ったんですよ。で今日買ったから、今日っていうか、これを撮ってる時に、撮る前に買ったから、多分次の放送からはなんかいい音で、もうちょいいい音でできるんじゃないかなっていう感じですね。あ、そう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 、あれこれこれあれだよ、あの武器が欲しい。バングルが欲しい。なぜなら、マテリアの穴をつけられるから。こうマテリアつけられるのがね、でかいよね。ちょっとエアリスの人頑張ってもらおう。また吸ってしまった。資材置き場の持ち主ね。ガーン、あ、武器屋さんだったのね。書いてあったわ。なんか今日ね、これ見てくれてる人ね、やたら今回喋るなって思うかもしれないんですけど、今回ね、ちょっとやたら喋るようにしてます、あえて。なんか FF の実況、せっかくやってるし、僕のね、実況見に来てくれてる人、はなんかやっぱ僕の実況として見てほしいというか、他の FF の人の実況となんかやっぱ違うものを出せたらいいなって思って、そしたらなんか喋るしかないんじゃないかなと個人的に思ったので、まあちょっと今回からね、あえて喋る量を多くしていこうかなって思ってるので、よかったらねお付き合いくださいって感じで、フルコルネオ、天地落下、なんか、ボス感出てるわ。ここ入ってきます。お、ラーメン。ここは、ウォールマーケットの大物、ドン・コルネオ様のお屋敷だ。いいか、ドンは男には興味ないんだ。さっさとどっか行ってくれ。男には興味がない？どうすればいいの？あ、エアリスになればいいってこと？帰れるんだっけ？あ、帰れないじゃないか。どうやって帰ればいいの？ん？男にならない方法は何？キャラチェンジできるんですか？それとも一回出ることによってイベントが発生するタイプではなく、おやややや、どうすればいいんだこれ。うん、困ったな。うん、困ったな。とりあえず
薬屋さんに入り、うわ、いるならいるって言ってくださいよ、はい、フェニックスの盗まれたのを思い出した。こういうのはね、大体あちょっと買っとく、不安だから。高い、あ、お金がなくなっていく。ハイポーションがすごいぞ、500回復。こっちを持ってるからいっか。え、どうやって女の子になるんですか。こっちかな、この右手の奥にある犬のことだよ。何があるんですか。おや、ミツバチの館。見るからに怪しい。ジョニー、あージョニー僕入ったことないからな、ちょっと興味はあるねって感じ。キファちゃんの幼馴染でありながら、あ、新しい彼女を連れてこんなところやってくる、なんという人だあんたは。あれ、ジョニーって誰。ほい、あ、お高いってこと。常に君でもここミツバチの館でなら運命の彼女に出会えるはず。あなたも彼女探しですか。こんな場所には興味がない。ティファという子を知らないかも。お客さんのふりをしてティファを探るという手段ですね。ティファちゃんはムチムチの新人さんだよ。でも残念です、ティファちゃんは今面接中。ほうほうほう、有名な独身貴族、身を固めるってんでお嫁さん探しに熱心でね。ティファを嫁にできるだと、それはいい。え、ティファを嫁にできる、それはいい。良すぎて語彙力失った。じゃあとりあえずもう一回あっちに行ってみるか。ティファ可愛いよね。リメイクの方のティファを見てしまったらね、うわ可愛いってなっちゃうよね、やっぱあれは。お、出た、エアリス。よく見たら綺麗な姉ちゃんも一緒。うちのドンと楽しいひとときを過ごしてみない。すごい潜入捜査ですか。あ、心配、そりゃ心配になるわ。エイリスが不思議な動きをしてるね。女の子に変装しなさい、それしかない。変装ね、どこで変装するのこれ。おやおや、どこで変装するの。変装できそうな場所どこだ。洋服屋さんか。そうだよね、洋服屋さんで洋服買わないとね。ドレス一着くださいな。ちょっと時間がかかるかもしれませんが構いませんか。まあ仕方がないですね。親父がスランプ、ドレスは親父が作ってる。居酒屋で飲んだくれてます。やっぱね、スランプとかになった時はお酒を飲まないとやってらんないですよね。
しかしてお客さんどうにかしてくださるんですか。エアリスって意外と気が強いのかなっていう風にも見えちゃってる。なんかもっとおっとり本割り系だと思ってたわ。はいはい、どうにかしますクラウド行きましょう。意外と姉御肌とかあるよね。居酒屋は気になった気がする。ここだ。どこだ親父。こいつか。こいつだった。確かに服屋だからって親父ではないぞ。出た出た、こうやって上げ足を取ってくるタイプの人。肌っぽいね、よく言うと。あの彼がね、一度でいいから女の子の格好したいっていうの。それでね、可愛いドレスを着せてあげたいんだけど。ほう、口がうまい。どんなドレスがいいんじゃ。肌触りはさらっとしてる。さわっさわっとって何。さわっとってどんな感じ。ふわふわって感じ。さらっとした感じ。え、でもね、勝手にね、最近暑いなって思ってるから、さらっとしたのにしちゃうよね。光具合はキラキラしたの、ツヤツヤしたの。じゃあそれもキラキラさせたいわ。さらっとキラキラ。イメージが湧くまでちょっと待ってなきゃいけないってこと。どうしようかな。何をして待ってればいいんだ。とりあえず作る気になったよっていうので報告をし、おの誰かいる。早くない？コットンドレス。着替えます。ドレスの着方はわからない。今、顔がカーテンにめり込んでいた。カツラが必要。女装壁の人がいるってことか。あ、こいつ息子か。いつの間にか親父になってたね。はい、めんめんめん入ります。どいつだ。こいつか。あなたね、可愛くなりたいのは。ただってわけにはね。うおー、かわいい格好は兄貴を極めた者のみができるんですぜ。どういうことだ。バトルってこと。スクワット勝負、いいでしょう。あー、これ一緒にスクワットするよ。俺も運動不足だしな。前から Y でしゃがむ、しゃがみから B で立つ、立ちから A で構え。なるほどね。 YBA YBA 繰り返し YBA。 ういやります。練習など必要ないです。本番始め。あ、YBA YBA。 あ、なんかこれめっちゃシンプル。
あ、やばいやばい、タイミング、あー、リズムずれた。バン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 。なんか飛ばしちゃった。パッと見14回と相手が12回で2回多かったように見えた。あんたすごいね、約束通りこれをあげるよ。ブロンドのカツラを手に入れました。超ぶっ飛んだ。それよりもね、やっぱね、黙々と左上でね、キックをしてるこの人が気になる。リングかっこいい。ストリートファイターのブランカみたいな。そして親父さんのところに行き、フロンツのカツラとドレスを着れば、入ってきられる。覚悟の姿になりますよ。おお、これはなかなかどうして新しい勝負になるかもしれんぞ。全然クラウドじゃない。忍者みたいな格好してるやん。お下げ姿。こんな髪長かったっけ。あ、じゃあブロンドのカツラか。カツラかぶってもあのツンツンは健在なんだね。強靭。動けない。覗くっていうコマンドが欲しい。真っ赤なドレス。これはリメイクで見たい。絶対可愛いでしょ。そんなこんなでね、まあ、早速館の方に潜入していきたいと思います。私もこれまたカイコちゃん、どう見てもクラウドだけどね。アニメ様お入り。プーって書いてる。プーどういう意味。おーい、お姉ちゃんたち、今ドンに知らせてくるからさ、ここで待っててくんな。うろうろしないでくれよ。うろうろしてくれ。え、かわいい。動いてるときはあれだけど、止まるとね、ちゃんと手を前にしておひとやかにしてる。かわいい。エアリスもね、ついてくんのこれ。あ、ついては来ないんだ。明らかに怪しいぞ。古文大盛りお仕置き。これは多分ね、古文部屋にいますよ。いない。大森部屋はいない。お仕置き部屋じゃん、もう入れんの。あ、いた。ちょっと待って、これは明らかに怪しいぞ。怪しい部屋だわ。絶対足首とか手首とか止めるあれだよね、拷問器具みたいなやつさ。怖い怖い。あれティファじゃないの。あーね、恥ずかしくて見つかりたくないっていうあれね。
じめまして、私アリス、クラウドから聞いてるわ。おや、女同士のバトルが勃発？バチバチだね。意地の張り合い。助走をしていますから。俺見ろよ。ティーファー何？ソフトタッチ？下半身ソフトタッチ急に？あ、え、そういう確認の仕方？そういうこと？まあ大胆、大胆だな。ドラゴンボールのめっちゃ最初の方の一コマ思い出したわ。悟空はね、男女の確認をするときにやっぱそういう確認の仕方しか分かんなかったんだよ最初。こんなところで何をしてんの本当に。おや、謎の気遣い。まずこのアイテムを拾いたい。テル、何してるんですか。五番マコールから戻ったら怪しい男がうろついていたのよ。その男をバレットが捕まえてキュッと閉めて話を聞き出したの。ここのどんな名前が出たわけか。嫁探しをしてる。毎日3人の女の子から1人を選んで、あのそのとにかくその1人に私が選ばれなければ今夜はアウト。どういうこと？1人を選んで耳を塞ぐふり。なるほどね、スラム育ちだからそういうなんつの危険なことというか肝が据わってるって感じなのね。引くまでもなくね、ま、かわいい設定なんだろうねきっと。クラウドちゃん可愛いからいけるやろ。ん？アイテム装備しとかないと。全体かなんか使えなかったもんね。アテリア、エアリス。これに霊気をつけて、回復つけて、全体か。これでつくのかな。クミ、あ、これクミになってないからってこと？
ティファは、ティファ魔法強いんだっけ。魔法攻撃20、26、32。ティファはそのままでいきます。ランドちゃんおしとやかに歩いてる。ドンがこの部屋でお待ちかねだよ、へへへ。